こんにちは、島直香です。今日はこのコの字型の牡蠣に、季節のお花生けていきたいと思います。今しかないお花っていうか、今一番綺麗な新緑の枝といえば、はい、ドダツツですよ。綺麗でしょうね。え、気持ちいい新緑だけど、これってほら、歯の動きよーく見ていけないと、後で結構しまったなんていうことありますよね。気をつけていけましょう。よし、よいしょ。で、ここか、よいしょ。ね、膨らみをちょっと出したいなと。ね、右と左でちょっと雰囲気違うように出てるでしょ。もうちょっとこれがこっちかな、この方がいいかな。ちょっと待ってね、グラグラするから割って挟みます。はい、割り入れましたよ。だいたいね、割りって一挟み入れてもう一挟みね、これしっかり入れて、で、よいしょ。はい、どうです、こんな感じでね。よいしょ。さて、そしてね、ここにバイカウツギ入れていきます。バイカウツギのね、この白いお花がね、このグリーンとね対比して綺麗でしょ。よいしょ。ね、バイカウツギ気をつけていけないと、お花の向きがあるから。よし、こうかな、こうかな、どっちだろう。こうだね。ね、お花の顔の向き考えるとこうね。よっ、よっ。ちょっとはため息けど、調子に乗るとポキッといっちゃうから気をつけようね。よいしょ。はい、これこうだね。よいしょ、ためてますよ、しっかり。よし、ちょっとこれがこの辺来ようかね。よし、こう下からこういう感じでね、どうでしょう。はい、これで全体の感じできました。さあ、ここに合わせていくのが、じゃーん、シャクヤク。咲くまで待ってたのね、咲かないとね、シャクヤクね、つぼみで入れたんでは悲しいよね。すごいね、このギュッとしたエネルギーね、強いな、すごく強いの感じます。よいしょ、どうでしょう。ここにね、そしてね、はい、同じ紫のトルコキキョウを入れちゃいます。よいしょ、どうだろう。
口元のところにギューッと入れたの。今度は後方の方に入れます。すごいよね、この紫の力もね。よいしょ。さあもう一本トルコあります。こういう感じでね、シェアしていきました。さあそしてね、こう紫のトーンでいってるじゃない。じゃあもう一つ紫があるからね、タンチョウアリアム入れちゃいますね。タンチョウアリアムのこのうまーい、このなんていうの、ヒュッとした線を生かして入れていきます。よ、私あんまりこう腕長い子じゃないから、大きな作品だと辛いのよね。よ、身長があと5センチぐらいあったら、手ももうちょっと長かったから、ひょいひょいひょいって入れれるんでしょうけど、何せね背低いですから、入れるのにはちょいと苦労しますよ。はい、どうかな。うん、こんなところでいいかな。でね、いつも言ってるじゃない、口元のところにギュッと入れときましょうねって。今日この胴弾をね、ギュッとほらね、溜めたの分かりますよね。これをここにギュッて入れときます。もうちょっと入れたいな、もっとしっかりしたの入れたい。面的なのが出てるのないかな。あ、これいこう、これいこう、これいこう。ね、こういう感じ。これを溜めて。はい。どうでしょう。口元ギュッと入れました。ただね、あそこのとこはちょっとあの空白ゾーンが一つあるの。お気づきですよね。あ、ここね、シュッとこれで入れる。これでね、あの出てるとこ引っ込んでるとこができたでしょ。でここにももう一つ、よいしょ。さあどうでしょう、だいたい完成です。あとでね、胴弾つづちがこう密集してるとこなんかあるでしょ、あっちの方に。それハサミ入れていきたいと思います。一応動画はこれで完成ということにさせてください。5分したらハサミ入れます。はい、はい。どこがどう、何がどうって言えないぐらいめちゃくちゃ手入れてます。もう足し算引き算やりまくりですね。あのやっぱり胴弾つづちみたいに細かい表情のあるものに関しては、うん、ここを濃くしたいとか、ここ込みすぎてるからちょっとハサミ入れたいとか、そういうのたくさんしてます。そしてあ、また私これまた横長の展開の作品いけてしまいましたね。どうしてもこの16対9のフレームを意識する、うんうん、もう言い訳だからやめときます。はい、うん、でも胴弾つづち、濃いところ薄いところ、それから空間のこうなんていうの、出てるところ引っ込んでるところ、いろいろ調子作れたなって思ってます。でね、それだけじゃなくって、このバイカウツキの白い花がちょんちょんちょんとこういいアクセントになったかなって思ってるんです。そして紫のトーンでね、あの、芍薬を
綺麗な時に行けれて嬉しいですよ。芍薬ってどうしてもね、開いたところに行けたかったんです。開くまでじっと待っておりました。いかがでしょうかねえ。はい、紫のトーンでお花をまとめ、そして胴端つづりは横長の展開で、うん、まあいいか、あの自分としてはうまく入ったかなって思っております。さあ皆さん、よろしかったらいつものように、うん、登録とコメントよろしくお願いします。今日はありがとうございました。